SOS のモールス符号。モールス符号は電信で用いられている可変調符号化された文字コードである。モールス符号を使った信号はモールス信号と呼ばれる。モールス符号を打つための電源ブルーリッジの環状で解雇通信機を用いてモールス通信を行う乗組委員国際電気通信連合は国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に対する勧告に オーブン符号を定義している。日本では、総務省令無線局運用規則別表第1号に、和文とオーブンの符号が定められ、総合無線通信士は、無線従事者国家試験において和文及び、オーブンの送受信の国内電信急陸上特殊無線技士は、国家試験及び、養成課程修了試験において、和文の送受信の電気通信術の実技試験があり、また、 1> 第1級、第2級、第3級アマチュア無線技師では、国家試験及び終了試験の放棄において、モールス符号に関する知識が問われる。日本語では、モールス符号の端点を、トン、頂点を、ツーと表現することが多いため、俗に、トンツーとも呼ばれる。端点と頂点の組み合わせだけで構成されている、単純な符号であることから、習得者は、 無線通信に限らず音響や発光信号でも会話や通信に活用している。アメリカ合衆国の発明家、サミュエル・フィンレイ・ブリース・モールスは、1837年9月4日にニューヨーク大学で現在のものと全く異なった符号で電信実験を行い、ジョセフ・ヘンリーの指導との協力のもと改良した符号と電信機との特許を1840年6月20日に 取得した。さらに改良した符号により1844年5月24日に実際の送信実験に成功した1849年にフリードリヒ・クレーメンズ・ゲールケが改良した符号をもとに DTV の1851年10月委員会議において標準規格として条約が結ばれた。その後、1868年7月に ウィーンで開催されたウッチにおいて、現在のものの原型が国際規格として承認された。船舶の無線室に備えられていた時計。毎時0.1530.45分から3分間の間に色が塗られているが、これは聴取体制を取らねばならない時間帯を表している。画像はアメリカ製のもの。日本製のものは緑の部分が青になっている。 陸上同士の通信においては、電報などの文字通信で多く使われたが、1920年代からテレタイプ端末による電信、1930年代からテレックス1980年代からファクシュミリ1990年代後半から電子メールなど他のデジタル通信方式の発達により、次第に使われなくなった。一方、遠洋航海の船舶間、または 船舶と陸上との通信においては、通常の通信から1万1の際の遭難信号まで長い間中波及び短波を使ったモールス通信が行われ、映画などで船舶内の無線室でモールス通信を行うシーンもよく出ていた。しかし、通信衛星の登場によって短波によるモールス通信は縮小し、非常用の通信手段としても国際開示機関の決定により、 国際的な船舶安全通信が GMDSS に1999年2月に完全に移行したため、モールス通信は基本的に使われなくなった。日本では1996年に海上保安庁がまた1999年までに NTT グループや KDD もモールス符号を用いた通信業務を停止した。残るのは一部の漁業無線。 自衛隊の一部の通信、アマチュア無線である。以上のように、双方向の通信に用いられることは稀になったが、同方通信における、識別信号の送信には未だに利用される。航空無線航行用の DME, ILS, VOR, NDB は、モールス符号により、標識符号を送信するものと、短波を用いて、海洋観測をする、海洋レーダーは、 モールス符号により呼び出し符号を送信するものとされる。ジャジーも呼び出し符号の送信は、モールス符号による。実験試験局でも、電気通信大学の HFD 観測用、実験試験局、j g ニソ、SO、などがある。電気通信術の訓練は、陸上自衛隊通信学校や、海上自衛隊第一十科学校、水彩高等学校で行われている。 趣味などで簡易に習得をするには合調法がある。モールスの送信機は機械式スイッチの接点を手動で開閉するものであった。紙テープを事前に先行して、それにより接点を開閉する方式の自動送信機を1846年にベインが発明した。1866年からイギリスのチャールズ・ホイートストンが製作した自動送信機が広く使われた。 受信機としては、1837年にトミーが発明した紙テープに電磁石で動かした針の圧力で刻むエンボッシング方式が最初に使われたが、紙の巻き取りなどで鮮明で、なくなり反読に苦労するものであった。1854年にトーマス・ジョンがインクで印をつける方式を考案した。また1860年代には、 紙テープを動かして固定したペンに接触させたり、離したりする方式に改良された。この印字機を用いて、モールス符号を四角化しそれを文字に直す方法は、通信量が多くなると対応が難しくなる。機械式系電気の音で符号を判別する音響受信は最初禁止されていたが、同時復帰が可能で高速通信が行えるので、後には広く行われるようになった。 20世紀初頭に電波を断続してモールス符号を操縦する無線電信が実用化された。有線電信と比較すると送信のための電源操作は基本的に同一であるが受信の方法は両者で異なる。有線電信では音響器を用いた聴覚による受信方法が基本である。電流が流れ始めた時と立たれた時に衝撃音が発生られるので、 これの音調と感覚により単点と頂点を判別する。無線電信においても聴覚受信が行われてきたが、単点と頂点は持続音で表現され、有線電信のカタカタ音とは異なる。そのため有線と無線の通信誌では訓練過程も異なることが多く、どちらか片方の操作だけに従事するのが普通だったが、有線、モールスの後期においては、 電信信号でブザーを鳴らすことにより、無線通信使も従事できるようになった。また有線通信使をこのブザー通信に集熟させ、無線通信使に転換することも行われた。軍事通信では、有線と無線が混在する場合が多く、特に地上線では、通信片はどちらも操作できる必要があった。ブザーの他に、低周波発信機を直流電信信号で制御する機器もある。 実例、日本陸軍95式電信機無線のモールス通信には、渾身や雑音もあり、信号だけが受信できる場合は稀であるが、SN 比がマイナス、つまり信号強度の方が小さい場合も、熟練者なら目的の信号音を聞き分けられる。無線電話やデータ通信は到底行えないような通信環境でも、最低限の情報交換が可能であり、 モールス通信が21世紀の今日でも使われるのはこれが理由である。国際モールス符号は端点と頂点を組み合わせてアルファベット、数字、記号を表現する。頂点一つは端点三つ分の長さに相当し、各点の間は端点一つ分の間隔を空ける。また、文字間隔は端点三つ分5間隔は端点七つ分開けて区別する。 策定については、標準的な英文における、アルファベットの出現頻度に応じて符号化されており、よく出現する文字ほど短い符号で表示される。例を挙げると、E は、T は、とそれぞれ1符号と最短である。逆に使用頻度が少ないと思われる Q は、J はと長い符号が制定されている。これに対して、和文のモールス符号では、出現頻度が全く考慮されておらず、 通信効率に劣ったものとなっている。和文モールス符号でとが意味するのは、それぞれ、ヘト、ムである。国際モールス符号ではなく、DETV のモールス符号をもとに色波を当てはめている。通信速度の表記には、字、分のほか単点50個分の1分間あたりの出現回数、WPM が用いられる。単点50個の基準として、パリの符号を用いることから、 パリ速度とも呼ばれる。例えば 10WPM は50時、分に相当する。符号の速度が同じであっても、英語の平文では、出現頻度の多い文字ほど符号が短いため、実際の文字数は多くなることがある。アットマーク記号アットは、2004年制定ダイアクリティカルマークとは、事情符のこと。吉田正秀日本最初期の電信技術者。 低新省電務局長和文モールス符号としては、現行のものの前に1855年にオランダ人が考案したものと、1869年に小安春が考案したものがある。現行の和文モールス符号は1873年に吉田正秀と寺崎孫らが考案したものが元になっている。吉田らは当時最新の国際モールス符号を入手しておらず、 DETV のモールス符号の1854年4月1日版に、色ハ・ケフコを割り当てている。その後、1885年7月1日に濁点と、ルノ符号の入れ替え及びイオへの追加、1893年7月15日に、超音記号を追加し、ほぼ現在の符号体系が出来上がった。色派色派順に、 オーブンモールス符号を当てたものが基本となっている。用音及び即音については規定されておらず、通常の文字として表現する。数字オーブン、モールス符号と同じ信号である。記号尾行、和文モールス符号でアルファベットを打つには、その部分を、カッコ、でくくる。オランダ人が考案したもので、安政2年7月2日、三浜御殿で、海岸御茶屋と松の御茶屋間を、 ケーブルで結び、将軍、徳川家貞の前で、勝林太郎と小田又蔵が通信実験を披露。通信内容は、天地和語、鶴亀、若野浦、梅松竹、今日無事、隅田川、万勢楽の七語であった。外務省大役菅野小安春が考案したもの。明治3年10月展覧での通信実験が行われた。 和文モールス符号以外の多言語用の電信符号については、主に下記のバリエーションがある。ギリシア語のモールス符号は、オーブンモールス符号と非常に似ている。ギリシア文字を追加し、ラテン文字の J、U、V を使用していない。二重母音符号については、旧符号表には表記されるが、実際の通信に使用されることはなく、二つの母音文字を送信する。 キリル文字は、オーブンの近似発音の符号を当てている、G、D など、ラテン文字にないものについては、他の文字を当てる。後に、恋 8R などの文字コードを作成した際にこの考え方が採用された。ヘブライ語でも、オーブンの近似発音の符号を当てている。ただし一部の文字では、型が似た、オーブン文字を当てたものもある。中国語では、電波という体系で、 漢字1文字に4桁の数字が符号として割り当てられている。漢字を数字に符号化、また数字を漢字に複合するための標準、電波本、ISBN7-115042195 というコードブックが存在する。朝鮮語ではスキャッツが採用されている。ハングルを電信で送信するため、字母を一旦アルファベットに転写する。 そのため他のハングルのローマ字表記法どころか音とも全く一致しない。イコール L、イコール G、イコール J など、下記に例を示す。ハングルハットリコメンデーションは ITU RM1677 から一インターナショナルモールスコード ITU、電波法施行規則、第2条第1項、第2号、同法通信方式とは、特定の2以上の受信設備に対し、 同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式を言う。第一十課学校、第一十課学校について、訓練、授業風景、取扱い量のごく少ない場合、符号を覚えた程度の従事者が陰時期で通信することもあった。また符号判別が必要な海底電信では、テープ状の電流波形から、モールス符号を読み取る、原波通信が長らく使われていて、 10時には独特の修練を用した。動画投稿サイトで聞ける音響機のモールス通信音。いずれも CQCQCQ と送信。なお CQ は無線以前から使われている。学科の一例、安岡光一。国際モールス符号の誕生。 http w w w z i n b u n k y o t u a c j p スラッシュ z i n b u n スラッシュメン a s u o k h t m 2 0 2 0年6月22日閲覧アットマークの符号については、2004年5月3日に国際電気通信連合によって制定された。 日本電気事業発達し、加藤木住教、伝友社、写19、1916、P34ABC 乙女元明、モールス通信通信の原点イコール CW その、魅力、運用法、歴史 C 級出版社1998年9月1日、発行 ISBN4 から789810895国際モールス符号の誕生、安岡光一、安岡元子、 文字符号の歴史欧米と日本編、東京、共立出版、2006年2月、ISBN4 から320121023、社名の英略称。ありがとうございます。